この動画ではこのような針の SFD と BMD を描いていくということをやっていきたいと思います。今まで SFD、BMD を描く動画として肩持ち針の集中荷重、肩持ち針の等分布荷重、そして両端支持針の集中荷重というのをやりましたので、今回は両端支持針の等分布荷重ですね。今までの動画は下の概要欄にリンクありますので、よかったらそっちの方も参考にしてみてください。では早速こういった針の SFD、BMD の描き方というのをやっていきましょう。両端支持されてて W ニュートンパーメートルという等分布荷重が加わっているとしましょう。そしてこの時のまず最初ステップ1番として外力の釣り合いというのを考えていくんですけど、等分布荷重このままでは外力の釣り合いというのを考えることできないので、この等分布荷重を集中荷重に置き換えてやります。等分布荷重の単位はさっきも言ったようにニュートンパーメートルですので、長さを掛け算してやればニュートンという力の単位になりますね。ではちょっと書き換えましょう。はい、このように W ニュートンパーメートルっていうのを長さ L を掛け算して WL ニュートンという集中荷重に書き換えました。そしてこの集中荷重っていうのは針の真ん中に加わります。ですのでここの長さ2分の L ですね。そして反力 RA、RB というこの支点による支える力ですねというのを今 RA、RB とそれぞれ置きました。これで外力の釣り合いというのを考えていきます。下向きの力を左辺に置いて WL イコール上向きの力 RA プラス RB になりますね。では次にこれら外力によるモーメントの釣り合いを考えていきます。じゃあどうしましょうか。右端を回転の中心として、反時計回りに回るようなモーメントっていうのを左辺に置きましょう。はい、反時計回りに回るモーメントってこの WL によるモーメントですよね。かつ腕の長さが2分の L ですので、まとめて2分の WL2 乗になります。これイコール時計回りに回るモーメント、それは RA×L というモーメントですね。はい、このような等式から RA イコールの形にすると RA イコール2分の WL となりました。結局この外力による釣り合いだとか、外力によるモーメントの釣り合いっていうのを考えて、最終的なゴールはこの反力がいくらかっていうのを求めることです。反力 RA とか RB っていうのはもともと問題に書かれているんじゃなくて、今自分で置いたものですから、それをもともと問題に書かれてあった W だとか L っていう文字で置き換えるようにしたわけですね。さらに RA プラス RB が WL ですから、これ RB も2分の WL になりますね。じゃあちょっとそれをこっちに書いていきましょう。はい、反力は2分の WL ニュートンです。では次に、2番目のステップですね、内力の釣り合いというのを考えていきたいと思います。では次に2つ目の内力の釣り合いを考えていきましょう。今この針の左端から X の場所、 X メートルの場所で仮想断面を考えたとしましょう。ここが仮想断面で、ここが左端ですね。そしてこの時の内力の釣り合いっていうのを考えていきたいんですけど、やはりこれ等分布荷重 W ニュートンパーメートルですので、これをやっぱりさっきと同じように集中荷重に置き換えます。はい、このように X メートルの針の中心に WX ニュートンという集中荷重が加わっていると考えることができます。ではここから力の釣り合いというのを考えていきます。下向きの先端力、そして反時計回りの曲げモーメントを定義しましょう。ここから力の釣り合いをまずは考えていきましょう。 WX と F が下向きで2分の WL 上向きの力ですから、内力の釣り合いこうなります。WX プラス F イコール2分の WL ですね。そこから F イコールの形にしてあげると、マイナス WX プラス2分の WL という X の一次関数になります。では次に
校内力によって生じるモーメントの釣り合いというのを見ていきましょう。じゃあ反時計回りのモーメントっていうのを左辺に書いていきましょう。反時計回りのモーメントっていうのは曲げモーメントそのものと、あとこの WX によって生じるモーメントっていうのは反時計回りですね。そしてそれに対抗する時計回りのモーメントっていうのは2分の WL によって生じるモーメントになります。じゃあちょっとそれを書いていきます。はい、このように等式書くと M プラス2分の WX2 乗イコール2分の WLX です。ちょっとごめんなさい、小さくなっちゃったんですけど、まずこの WX かける2分の X なので、ここは2分の WX2 乗ですね。そして右辺の方は2分の WL かける X ですので、2分の WLX です。ここから M イコールの形にするとこうなります。M イコールマイナス2分の WX2 乗プラス2分の WL かける X です。微分すると潜在力になりますね。ごめんなさい、だいぶ小さくなっちゃったんですけど、じゃあこれらをですねこっちのグラフに書いていきたいと思います。2番は終了です。はい、お待たせしました。このような SFD と BMD になります。まず先端力ってマイナス WX プラス2分の WL ですので、マイナス W っていう傾きの一次関数で切片が2分の WL になりますね。そして X が0の時に、まあ、2分の WL で、 X がじゃあ今度 L の時、これはマイナス2分の WL になります。こういったグラフになっています。そして次に曲げモーメント、曲げモーメント X が0の時は0で、そっからスタートして、マイナスのこの係数を持つ二次関数のグラフなんで、上に凸の形になります。上に凸の二次関数のグラフ書いて、そして X が L の時に再びこれ0になりますね。なのでこういった形の、BMD という曲げモーメントのグラフです。そして最大曲げモーメントどこになるかっていうと、この一番高いところですね。 X イコール2分の L の時の8分の WL2 乗というのが曲げモーメントの最大です。はい、じゃああとは点線でつなげて完成にしましょう。はい、これでですね完成になります。3つ目のステップも OK です。で、まあ、このようにですね SFD や BMD を書くときって、この式を見てからそれをちゃんとグラフ化できるかっていうのも結構問われてきます。ですので、まあ最初は、慣れないうちはこの X にいろいろ、例えば0だとか2分の L だとか L だとか入れてみて、代入した時にどういった値になるかっていうのをプロットしていってですね考えていくのもいいかなと思います。では今日の動画はこれで以上です。ここまで見ていただいてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。